橋は落とされた。ならば斧が力で道を切り開く。倒れろ倒れろ。志と指導は山をも動かす。川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか、こんな楽な役目もねえさ。川岸でぼーっとしてても親方に何の手柄も見せられやしねえ。それにわしらは何も取る。しまうけいぬげうるさけ。今のうちにいるがいい臆病者。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。己を買いかぶりすぎじゃ。そろそろしまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やってる。これで最後やろうが。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。
戦だと聞いておったのに。雨の中、ババアどもを斬ることは戦ではない。ここを見張ることこそ肝心じゃ。つまらぬ役目よ。人殺し、犬畜生、臆病者が犬が。血で染めろ。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰は。やったたずのクズ野郎が。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。
稲妻の父さん、首を落とせ。女をすぐさま離せ。いるか。お前は後だ。この男を死なれ。猫にもかなわんな。容赦ないし、みんな置いていけ。逃げろ。死んだ。死んだ。助けを。奴らは鬼じゃ。こんな私が。なんで。雷神様の怒りのようじゃ。よくも兄貴をやりやがったな。最後だ。死ね。ご慈悲を。明日はこの男を死なれ。容赦ないし、死んでも逃げろ。死んでも雷神様の怒りのよ。よくも兄貴をやりやがったな。クソ野郎。どこのお方か存じませぬが、まことに片付けがございます。Ha ha ha!
賊だ！人殺しのもめ、先祖に顔向けもできない。誰かおるぞ。水の者どもめ、クズ野郎どもめ、早く桶を持ってこい。どこだ、どこに行ったんだ。逃げろ。死ね。だけか。猫に向かって。
役立たずのクズ野郎が。ここまでだ。なんでみんな殺しちまわねえんだ。さだため様はまずもてあそぶのがお好きなのはおめえもよく。死ね死ね死ね。うっ、一斉にだ。やっちまえ。どい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども。
皆殺しだ。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。たわげ者が、おめえみたいなことは相手じゃない。この先は誰も通さないもからわんな。読みで皆と会うのだな。命乞いする。その先は誰も通さん。逃げるかい、臆病者。俺のような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできわい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、私の願いでございます。かしこまりました。遠くまでは行けない。おい、一人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。命乞いするなら今のうちだ。
の体侍は皆上川村へ向かった。わしらの測った通り、奴らが戻ったならば帰りしちには無しかないの。生き残りだ！やれ！
屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを乞うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む御将だ。畜生戻ってきやがれ。百軒先からでも暗図を射止めよ。お主の頭など造作なきこと。早う行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。先は誰も通せん。うわっ、足が、誰か助けてくれ。おい、助けてくれ。おめえは仲間じゃねえ。畜生、戻ってくれ。血をへし折ってやる。仲間じゃねえ。畜生戻ってきやがれ。こっちだ小僧。どうか。仲間じゃねえ。畜生戻ってくる。叩き潰してやる。